不甲斐ない僕は空を見たわ、久保みすみによる日本の小説。収録作の一編、三まりが第8回 R-18 文学賞を受賞。その後、新潮形態文庫にて掲載された3編と書き下ろしを加えて刊行された。第24回、山本周五郎賞受賞作。2012年に映画化された。 学校帰りの匠はいつものように人妻の里美が暮らすマンションで密会する。二人はコスプレをしてお互い村正とアンズというアニメキャラになりきって愛し合う。きっかけは初めて匠が同人誌即売会に行った時に里美から声をかけられて親しくなりほどなくして不倫関係となる。の 計算してるから否認しなくていいよとの言葉に甘えて快楽の日々を送る匠。だがしばらくして匠は同級生から告白されたのを機に、里見に別れを告げる。しかし後日、店でベビー用品を見て回る里見を偶然見つけた匠は自分の子供ができたのかと動揺する。匠の家は助産師の母、住子が助産院を開業しており、 蒸発した父の代わりに家計を支える。助産院には時々、偏った考え方の妊婦や、認識の甘い妊婦が来院して、す子や助手、密用を困らせる。また、匠の友人、り太は、団地住まいで、一人で認知症の祖母の面倒を見ながら、バイトに明け暮れる。り太のバイトの先輩、田岡は、り太を気にかけて、 今の生活から早く抜け出すために何か行動した方がいいと助言する。一方、両他と似たような境遇の順子は、田岡の助言なんて聞くだけ無駄と人生を諦めている。遡ること数ヶ月前、里美は愛する夫、慶一郎との間に子供ができず、不妊治療を始める。孫を熱望する目町子によるプレッシャーや、夫婦間の体への負担の差から、 里見は徐々に、慶一郎への愛情が薄れてゆく。里見は、ストレス解消のため好きなアニメのコスプレに夢中になり、しばらくして出会ったのが匠だった。里見は、心の隙間を埋めるようにあい引きを重ねては匠に、溺れていく。しかし、ある日里見の行動を不審に思った慶一郎に、寝室を隠し撮りされ、匠との不倫がバレてしまう。そんなある日、 ネット上のアニメのファンサイトに匠と里美のコスプレ成功異動画や画像が掲載される。匠が突然学校を休み出し、住みはファンサイトの閲覧者から届いた助産院宛のメールでことの真相を知る。両他が学校に行くと自身の机にその画像のカラーコピーが入っており、匠を心配する。後日そのコピーは日々のうさばらしのために、 順子が入れたものだと偶然知る良太。しかし、良太は人生への絶望感から歪んだ感情が生まれ、翌日順子と二人で、学校中に大量のコピーをばらまいてしまう。監督は棚田中幸。匠の同級生里美の親族助産院の関係者、良太の関係者その他主な人物、ありがとうございます。